続きまして三次方程式のですね、高山先生です。大数学序論、高山先生。二次方程式の場合、大数体、どこか分かりません、所属分解体は基本的には基本体を K に判別形デルタ平方根を付け加えた L でありガロア群で R メケラ2群を割れた。三次方程式の場合はやはり判別群がデルタが K で一般的に分解体 L を拡大しながら L になれ、どのように拡大すれば分解体 L にたどり着けるか。そこに二次方程式の場合と考えた三次方程式の大数から表れる。三次方程式の標準形は FX が F3 乗である。ただし B のように変形することが求めて書き直してこれのものに具体的なる。また記憶なぜなら回復だとすると、なんと記憶する文化に記着されるので、さらに命令、さらに命令で記憶すると、すれば、であるあ、フルフ、配理法で証明する。もし、なんとか適当な二次方程式で因数分解が、因数分解で記憶性に仮定することについても同様、さらに命令で記憶する。このようなためにすなわち方程式が受験を求める配理法で証明するのは、これぐらいやって書いてある。すなわち、このから解放があって、これぐらいで、さらにことによってできる、これにできるのぐらいになる。いいわ、これになるけど、あれは前者になる。これになって、適当な意識と因数分解されても、規約性に反対する。お願いが、やはり規約性に反する演習問題、そういうことで代償する規約性を持つなら、これである。あと、一時方程式も共通印象を持つヒント、代数学の規約性を一時因数に因数分解してから X するというビューにしてみよう。三次方程式の FX を解くとか、解 X を具体的に求めることが分かる場合、分解体 K を分かる。具体的に分解体 K を分かるときには、今日分かっている。すなわち、方程式を解くことは、方程式の分解体を求めることと考えることができる。分解体どうやって求めるか、その式を考えることがガロア群である。三次方程式のガロア、分解体が詳しく分からない段階でも、ガロア、ガロア、どっちなのか、そのようなか、このような手がかりを分解体を探すことができる。まず、ガロアの様子を見てみよう。ガロア群の2の様子を、この辺りを含めるか、自由に上げることはない。ただ、させて、これからなったら、これになる。ながらからなければならない自分になれば、と考えることが、これをもう少し正確に述べよう。定理の対象語、シンメトリグループを以下のようなものである。これね、すなわち、このなるかところに任意のこれである。写像がこれで、写像の合成はこれができる、分になる。また、不動になる。二次関数では、一回戦がこれをできるように思い出そう。優しく考えて、これになっている対応して、三方程式のガロア三次の対象群の一部だと考える。ガロアはなかなか、しかもガロア群自身に定義する積円だと同じ群になっている。このことをガロアは自分を打ってくる。部分が群で、部分群のサブグループである。エクロエンジェンションがどうなっているということで、ぜひ見る分。ね、なるほど、結局。これは真の部分群、サブグループで一応記することが考える。である。任意の具に対してこれプルーフは三次グループのさらにより得る。任意の具に対してすなわち原因が得られた。適用すると何とかだけど最後の何とか有利だったから原因が得られた。ガロー群が痴漢部分群であったことはその部分どのように関係するのか。ガロー基礎定理でガロー基礎定理の集合がこれ中間体。ガロー群に行く集合部分群これの適用これである。および、つまり部分によって固定すると、つまりなること、自己およびにはさらに固定化することは自己のような間で、これらに対する次のパラフレーズだけど、部分に対して意を固定することは、配慮される部分群に対して固定するばかりを集めて中間である、受験の経験をているガロア基本構成が、この対象のグループの参加者になり、ガロア群、対応する。さらにガロア群の位数が空間の実数である部分を通る空間に有用である空間である三角形である慣れ反対が専用および後のコメントを使って考えるけど少ない方程式の空間があるでありこの方程で拡大が方程式の命令にこの空間にあってこれよればこれである。では、規定となる上の計算からこれとなって規定になっている。デル・フェル何とかの公式、3次関数付き合うの通りである。三次方程式が解決とするところである。ただし、関数でこの、である三次関数を満たすものなので、この定理がこれによって良いことになる。を表している。ここで本質的に、これを求めているか、判別器の平行に拡大することが分解でなければ、ガロアの読み方三次関数は、これ判別器の平行に入れられて、話がこうして見つけたので、詳しく見ていこう。判別器の平行に対して、これ、デターミナントと呼ぶ。二次方程式の場合がある。二次方程式の場合が、これで。なお、公式は、で、フェロの努力で最終的なこれからして、いじめられると考えている、彼の公式、この予定によると、プレジットで、ね、終われる。
ここで3次方程式なので、これを考える2次方程式の場合、判別式の方程式デルタか経路のデルタ、解の係数のを使って直接計算で、これをかなり骨がある別の方法で、計算しよう、命令の方法、これ、なる今、集受付、レザルタント、レザルタント、レザルタント、この一つ、これになっている。現在の始めになっている、計算するとこれになっている、また計算をつければこれになって、二次方程式の解をこのとするが、これの次のようにやれば、二次方程式を集結式で2名を実際に並べてもらう範囲値をずらしていくのを、我々はレザルタスであることを言おうとしているわけだ。このことはあまり一般的な状況でわかる。すなわちこれと、これと2つの多項式を考えると、レザルタス FX、これは多項式である。結果のように、もしもある結果が存在するが、これで、したがって1、連立1方程式の理論により、これになるよく、このような範囲で取り替えて、これで R、結局 R は独自再次式の解析数はこれに1、これそれぞれ XY に比べて1次から行列計算しても、やはり6次再次式だと分かる。レザルタス、Q が相変わらぬことだし、同じ単項式の中の再次式、ホモジェネスポリノモーナルという、演習問題、異常多項式に対して、この動画に対して、これ、あっていうことを示す、英語の数式を、係数をずらしながら考えると思うが、係数をずらしながら並べたものを検証しながら、代数で、あんまり線形代数の教科書の特別なのが、あっという間に代数で、ブルーフは、ところがない、判別式の平方向により拡大を考えることにするであることから、結構のギャップですが、それでは、あれば、である、ここで、であったから、一般的解法を考える場合、K の場合に考えて、上によりここで、のあるのは、場合に限らないので、やがて一般的解法を考える場合には、L、K、L、L、S、3の場合を考えておく。従って、上により、つまり、ガルマの基本定理を使えば、計算地区の、ガルマ群に対して行われる。その目標というのは、そもそも、位数3の群とはどんなものか、ラフランジの公式のよりが、そういう具をガラ群として持つ拡大体はどうやって構成すればよいのか、それを以下で見てみよう。巡回群、定義巡回群、群 G と分解集合を考えているとすると、この時 S で生成された G の分解群サブグループジェネレイティッドバイ S が S を含む最初の分解群で、ここで最初は集合の方眼関係について最初ということ、すなわち SNS の分解群は必ず NS という IQ、 特に巡回群がサイクリックグループである。対して、このような N の最初のものを得る、イスオーダーという群のシャープ G と混同しなくて、混同して一番いいだけは次のような巡回 S で考えておけばである。形をしている。プルーフ定義の理由を使って、あるいはすべて集合を考えれば、どうしよう、いくら NS でも、結果が出てこないと、NS でもやはり G しか出てこない、どうしてこれより出てくる、今必要だから出てくる、G が有限ながらどこになるか、それ以上の演算の繰り返しだけで、優しい演算で、この時 G になるか、つまり N が表される、したがってなる、分 G に対して、どうしたと、位数は N である、A が明らかで、E を対して、この時で合成数が適当なとおり、位数を素数とすることができる。このことを示す。ヒント、例えば A の位数が I となる位数は Q である、位数は B である、位数の素因数分解を分解して、I となる素数とした、どうすればよいか、V に対して G と定義する。明らかにだからである有限群と部分群の位相性の次の結果が有限である群に対して何とかある。じゃあ、とって、実は、全単車、というから、明確に言うために、二つのことを言えばいい。2位の H に対して、2位の、いずれかについて、H が部分群であることから、2位の数値になる、言える。そこで、存在したとすると、になる、存在する。従って、同様に、言えるから、結局、となる。定義、で、集団、分解の変動と、ライト、ラディウスクラスという、プラス代表現という、プレゼンテーブルという考えることができる。明大、照明で見たように代表現、地位的な異常な流出群の異常の結果である。K、G と、により、考えたときに、地位的に決まらない。この上どういう条件の代表的である。
未来明らかである、未来どういうふうにして、であることから、特に、有限軍の次元から定義の、有限軍とか次元に対して、未来有限軍の GH とか、これを指数、インデックスという、ここね、ラグランジの公式は有限軍の理論で最も基本的な一つで、有限軍の公式をよく使われる、ラグランジの公式は有限軍とその部分が一元に対して、命令に対してこれである。ことに対して、これところが他なら有限軍は一般に一数だけで与えられたのは有限軍の行動は決まらない数数の場合に成り立つ有限軍の使いが典型的である命令、一数が数素数の部位で巡回軍であるアウルフ、ニーンとジェイクル有限軍は十分な大きさに対してそれ以前のあるマックに等しくなければならない要件にかければすなわちなる存在するそのような形のうち最初のものを取ってくるすなわちこれもし、ラグランジの公式でなければ必ず P が素数で K 大の1であることも無常よって GX すなわち G は巡回軍である